中干し後の雑草にはロイアントが効く。新潟県小千谷市で水稲を20ヘクタールほど栽培してます谷風正樹です。大学卒業後、就職も考えたんですけど、面積の規模拡大に伴い、やっぱ家族経営なので家族で相談して収納しました。でまた農業というのは自然の中の作業になるので、そういう良さを生かしつつ作業をしています。新潟県小千谷市で水稲を30ヘクタールほど栽培しています和田茂樹です。私は東京に行って改めて自分の家だったり、この地域のお米の美味しさを感じて、それをもっと広めていければなと思って収納することにしました。魚沼独特の寒暖差、とても昼が暖かくて夜が寒くなっているので、お米に栄養を溜め込みやすい気候で、それを生かしたお米作りをしていきたいと思っています。一番困っているのが草の根、他にもいろいろあるんですけど、その種っていうのは米の粒と同じ粒にかけられちゃって、で製品として一緒に出てきちゃうんで、それが結局製品の特許を落としてしまって品質低下につながるので、それに困ります。ロイアント乳剤を使ってしまって、本当数時間で葉っぱ元気なくなったなっていうのを感じられて、2、3日もすると色も変わって、完全に枯れたなっていう。今までの薬品だと色は薄くなったかなぐらいだったんですけど、ロイアント乳剤を使ったら本当数時間後にすっごい、弱ってきて、でも 2,3 時後にはもう見違えるような色に変わってたんで、これは効くなと思って使用を決めました。やっぱ高齢化が進む中で、若者も結構入ってきてるんで、若者で協力し合い、年上の先輩方からもアドバイスをいただき、で今ネット販売とかも結構増えてるんで、そういうのも利用しつつ、みんなでとにかく楽しく作業をしながらいいお米を作っていければなと、それが消費者のもとに届いていけばいいのかなと考えています。地域の高齢化が進んできてる中で、農地が耕作放棄になることも今増えております。そうした状況ですと、一次産業がされていってしまうので、日本の一次産業を守れるように頑張っていきたいと思います。さらに若者として SNS やさまざまなネットを通じて魚沼のお米の美味しさを伝えていければなと思います。